新しいことに出会ったら、というお話です。学生さんからよくされる質問です。新規事業を始めるときに、とりあえずやってみるというのはリスキーじゃないですか、と言われることがあります。結構聞かれる質問です。新規事業に関わらず、新しいことを始める際に、事前に議論をし尽くして、リスクを最小限にとどめたい、という気持ちはわからなくはないのですが、知らないことを議論するのは、どこまで行っても机上の空論です。大枠の方向性さえ決めてしまえば、まずはやってみることで、何らかの当たりをつけることができます。知恵の輪を解くときは、ガチャガチャ動かし当たりをつけながら、外していきます。全く動かさないうちから、こっちをこの角度に5ミリメートルで動かしてなんてやる人はいません。事業でも同じだと思います。新しいことに出会ったらまず、やってみて当たりをつける考察するの繰り返しです。考えることとやってみることどちらが大事か、と言われればどちらも同じくらい大事です。しかし、どちらを先にやるかといえば、やってみることです。組織の毒薬、日高雄介著、幻冬舎。